愛護と聞くと、皆さんは動物愛護などの愛護を思い浮かべるかもしれません。しかし愛護とは、優しい言葉、愛情の愛と言語の語と書いて愛護と言います。道元禅師が書かれた正法眼蔵という本の中に、在家信者のために書かれたと考えられる菩提薩多四正法という巻があります。これは菩薩が行う生きとし生けるもののための四つの行いという意味で、伏せ、愛護、利行、同時という四つが説かれております。菩薩というのは、地蔵菩薩や観世音菩薩などに代表される仏様のことで、自分だけでなく、あらゆる苦しみから人々を救おうと誓いを立てて、仏教の修行を続ける仏様を言います。たくさんあるお誓いの中の一つ、四正法の中の二番目が、愛護です。愛護について道元禅師は、愛護というのは、まず慈しみの心を起こして優しくいたわりのある言葉をかけなさい。決して暴言を吐くようなことをしてはならないと説かれます。例えば、病気の人に対して皆さんは、お大事にと声をかけます。また、久しぶりに会った人などには、ご機嫌いかがですかと、相手を気遣う言葉をかけます。こうした行いをしていれば、次第に愛護が増えていくはずです。生きている間は好んで、優しくいたわりのある言葉を使いなさいと道元禅師は戒めます。ですから、愛語を使う際には、まず慈しみ、愛する心を起こすことが大前提になるのです。甲虫の斧という仏教の言葉があります。口の中に斧があるという教えですが、簡単に言うと、言葉で相手を傷つけることを戒めた教えです。挨拶もなく文句ばかりを言っていては、慈しみ、愛する心など起こるはずもありません。私たちの一日は朝の挨拶から始まり、外に出ると「大丈夫ですか?」「すみません」「お先にどうぞ」「ありがとうございます」、そして家に帰ると「ただいま」と言い、「おやすみなさい」で締めくくるわけです。道元禅師はさらに、面と向かって優しくいたわりのある言葉を聞くと、顔の表情も良くなり、気持ちも晴れやかになることでしょう。また、人づてに聞いた優しくいたわりのある言葉は、心や魂に刻みつけられるのですと説かれます。どうぞ皆さんも、優しくいたわりのある言葉を率先して使おうではありませんか。